皆さんどうも、高島です。今回はですね、宮崎県の県庁所在地で、人口39万7千人ほどの中核市であります宮崎市の駅前中心市街地を1時間ほどで弾丸で散策した時の様子、動画にアップしてまいります。映像の方やってきましたのは JR 日報本線、特急列車を利用して、この時は、 移動してきました。宮崎駅の様子です。自動改札機が何台か設置をされておりまして、それを出ますと、ひむかきらめき市場というふうに書いてありましたが、お土産屋だったり、飲食店がいくつも見られました。そして、中心市街地側、駅の西口側に出てきたところになります。こちら駅の建物と、すぐ横にアミュプラザ、 のの大型の商業施設がくっついてておりまして駅前のロータリーも広々としていてバスだったりタクシーの乗り場というのが充実をしておりましたこのアミプラザなんかですね2020年の秋に開業したものとなっておりまして駅前新しく再開発をねされているわけでだか洗練された都会だなという印象を持ちますけれどもこれから駅前の通りを 歩いていきたいと思います。アミュプラザの建物なんですけれども、海館、そして山館というですね、2つの建物になっていたようで、道路を挟んでね、反対側にも商業施設の建物がありましたね。で、JR の駅の建物からまっすぐ西に伸びております、県道25号線の高千穂通りを進んでいってるところになります。 駅に近いところ、新しめのマンションの建物なんかは目立っておりましたが、しばらく行きますと、オフィスビルの中層の建築物が道沿いに目立つようになってきました。で、歩道の方なんですが、なかなか広々としていまして、中央部にですね、自転車用のレーンみたいなものがあって、で車道寄りが駐輪スペースのようになっているという、そういう作りでありました。 で、街路樹もね、たくさん並んでいて自然も寄り添っている環境のいい駅前の都会ぶりとなっております。で、道路反対側ドミノピザですとかホットモットなんか見えてその横にね、またビルがこれ、太陽に照らされて美しく輝いております。これが宮崎の都会ぶりです。さらに宮崎市としては中心市街地の再開発を促すために 今以上に規制を緩くして高い建物が建てられるようにしようという考えがあるようですで高千穂通りから相生通りという道に入ってちょっと進んできました高千穂通りのちょっと南側にやってきたところですねそうしますとご覧のようにアーケード商店街が出てきまして若草通りというそうです大手のお店が見られずに地元の料理店だったり が並んでも結構新しそうなね外観をしているお店も多くありましてえこちらのあスイーツ屋さんか何かでしょうか若い女性の方がねえ並んでいらっしゃる様子も見られましたがあと服屋さんがあったりこちらにはかき氷のお店も見られましてね 結構営業しているお店の割合というのが高いような気がしまして、まあ現在、日本におきましてはね、多くの地方都市で中心市街地の、えー、商店街の空洞化なんかが問題となっておりますけれども、こちらもお菓子屋さんか何かでしょうか、それぞれのお店が元気に営業しているなという雰囲気が強く、この若草通りのお店から感じられました。まあ、こんな風に猫ちゃんもいましてね、可愛らしいですけれども。 ま、本当にね、え、中心部の空洞化に悩んでいる都市なんかはね、参考にしたい街の一つになってくるんじゃないかなというふうに思いますねで。この若草通りね、私のチャンネルで宮崎市何度か紹介してきましたが、これまでちゃんと歩いたことがありませんので、今回1時間という短時間ではありましたが、必ずここは回っておこうということで、カメラを向けました。そして国道220号線、え、立花通り、 の幹線道路を越えた先にですね若草通りの向かいに一番街という別の商店街が出現をしてきましてえこちらはですねご覧のように飲み屋さんだったりあと大手のカラオケ店だったりねチェーン店が見られるというふうになっていて先ほどの若草通りのすぐ向かい側にありながら全く雰囲気の異なる、まあ、そんなに距離はないんですがアーケード街となっております。 こちらもね、看板ですとか建物の外観を見るに新しくて綺麗なお店が多そうでありますね。角にミスタードーナツも目立っております。で、アーケードのサイドをこのように覗きますと、なんか建設中のね、工事中のところもありまして、まあ、再開発の雰囲気がやはり宮崎市中心部強めだなという感じですが、でミスドの隣に松清があったり、で、この辺りご覧のように夜のね、飲み屋。 といういのが大変目立ってておりましてこの一番街の商店街結構歓楽街的な雰囲気が強いんですよね。というのもこのアーケードのこれから歩きますけれどもすぐ南側が宮崎市、まあ、特に九州の中でもね串の飲み屋街歓楽街となっているんですよね。まあ、今はすでにたくさん飲み屋が連なっている様子をお届けしておりますが。 こちらが一番街のアーケードの西の出入り口からすぐ南側に伸びております中央通りという道沿いを歩いていってるところです。ご覧のようにね、並んでいる看板たくさん女性が映っていたりですとか、まあ、数階建てのビルの横にたくさんのね、かなり数多くのスナックなんかの看板が目立っているという経過になっておりまして、まあこれ撮影がね、 夕方ぐらいになったかと思うんですけれども、お店の準備中の方とかたくさん見かけて、まあ、路中している車なんかもね、その関係者のものだと思われますが、で、中央通りをしばらく南に進んでいきまして、恵比寿通りというところにぶつかった先、上野町という住所的な地名になりまして、今、上野町通りというところを映している風になります。この辺りとなりますと、看板ご覧いただいて、 お分かりいただけると思うんですがえ夜のお風呂屋さんですね大人の男性向けのそうした店舗というのが数多くえコンパクトに密集をしているというふうになりまして、まあ、そんな中を地元の主婦の方々ですとか普通に通り過ぎていく様というのがなかなか面白い光景でしたねでそんな風俗街の先に国際姉妹都市 アメリカバージニアビーチの名前が付いた公園なんかもありまして結構この辺りいろいろ何でもありな状態になっている気がしましたねで中央通りの東側に通っております西橘通りを映しているところです、まあ、こちらもですね飲み屋のほか風俗系の看板も並んでおりましてかなり活気を感じます略してね西橘というふうに広く呼ばれているようなところになります で、立花通りの幹線道路に戻ってきました。二つのアーケード商店街の出入口に挟まれたところから北に進んでいってるところになりますね。この辺りとなりますと、宮崎中心部でもかなりね、栄えている繁華街となりまして、ドンキホーテの看板が目立っておりますよね。まあこれも2020年の秋に開業したものだそうでして、まあこのタイミングで 宮崎の街が一気にね、新しい都会になったというふうに言えそうな気がしますね。通りの歩道の上にはアーケードの屋根がついていたりして、いろいろお店ですとかね、オフィスが並んでおりました。でその近くにね、MRT 宮崎放送の商業施設を兼ねたテレビ局の建物が見られたりしてましてね。で、今渡っております、このとても大きな 交差点が立花通り3丁目交差点となっていまして、まあ、駅前から伸びている、えー、高千穂通り、あと立花通りがぶつかっている交差点となっています。 で、この交差点からですね、また高千穂通り、先ほどとは逆側を進んで行きまして、JR 宮崎駅の方に戻ることにします。この時はね、えー、散策時間がわずか1時間だったということで、まあ宿をですね、都の城市の方に取っておりまして、そちらにちょっと早く向かいたかったので、 宮崎市ででの滞在を短めとしたんですねこの日は朝は逆にえ大分の方におりましてかなり移動時間が長い位置にしてありましたでこの立花通り沿いですけれどもえ先ほどのね大きな交差点に近いところ角のところには山形屋の大きなデパートが建っておりまして駅に近づいていくごとにオフィスビルマンションホテルなんかが目立っております で先ほども言いましたがこの宮崎市中心市街地の再開発を促すために商業施設などを建てる際の容石率の上限を引き上げることで高い建物が建てやすいようにするという、ね、方針を打ち出しました。ここれれかななり最近のことになるんですけれども まあですから今の時代厳しくなっている中心市街地の活性化というものにですね、市が積極的に取り組んでいて、そして成功しているという様子がこの宮崎市からよく感じられるんですよね。本当街並み歩いていても生き生きしているという雰囲気をね、一般的な地方都市よりも強く感じます。かといってね、地元の商店街が大手チェーン店ばかり、 のどこの都市でも見られるような警戒になることなく、個人店なんか元気にたくさん営業しているわけですからね、本当、今後の宮崎市の発展に期待したいなと思いつつ、この時はもは足早にね、宮崎の街を後にしました。 今回は一瞬の散策撮影となりましたけれども、また今年2024年の夏頃にですね、再び宮崎市をゆっくり訪れて撮影する予定がありますから、その時はじっくりとですね、中心市街地、そして郊外も含めて街の発展ぶり、景観をお届けできたらなというふうに思っております。この後すでに投稿しております都の城に向かいました。ご視聴ありがとうございました。